FC ママリのもじゃもじゃ家内のわちゃわちゃレディオ。はい、今週も始まりました。この番組は FC ママリスタッフの家内良一がパーソナリティを務め、 FC ママに関する情報を中心にさまざまな角度からお送りするわちゃわちゃな番組になっております。前回はデロイトトーマツグループからおちさん池内さんに出ていただきました。まずはデロイトトーマツグループとは、まあ、どんな会社かっていう話、そして今週6月24日土曜日ホーム戦ありますけれども、ここでのマッチデーを、やっていただきます。そこでどんな取り組みをするか、どんなブースが出てるかみたいなところをいろいろ話をしていただきました。ぜひ皆さん6月24日、蒲田回りさぬき戦ぜひ試合お越しいただき、PR ブースにも顔を出していただけたらなというふうに思っております。さて今回もゲストをお招きして、わちゃわちゃ話を進めていきたいなと思ってます。月の4週目は、トップチームからの情報をお届けしていきます。本日のゲスト、トップチームグループからトップチームフィジカルコーチの福原祐介さんです。よろしくお願いします。お願いします。いやちょっと今喋りすぎて喉乾いたっていう感じだけど、ゆうすけとは僕は大学が一緒で、これは皆さん多分待ちに待った会なんじゃないかなと、琵琶湖成蹊スポーツ大学としてはとても大事な会になりますけれども、ゆうすけはなぜ今治に来たかっていうのを話してもらっていいですか？はい、はい、ちなみに福原ゆうすけと言います。だからゆうすけと呼ばれてます。お願いします。一番最初は、うん、橋川さん。あ、そうなの。そう、橋川さんの、大学院の同期の人がもともとセレッソでフィジカルコーチをされてて、うんうん、でその人と僕がつながってて、うんうん、で、その人から紹介されたと。なるほどね。 FC 今治さんが探してるというところで、うんうんうん、なるほど。で僕もちょうどセレッソのアカデミーに6年いて、長っ、うん、そうで、そろそろ違うところもっていうのはうっすら考えてた時期で、ちょうど、でたまたまそういうお話をいただいて、でもう次の日には岡田さんから電話があって、なるほど、一回来てほしいと、はいはい、で行ってもうそのまま家も契約して、来た時にそうで契約書にもサインして、うんうん、で2週間後には今治市民っていうそういう流れです。はい。それなんか話し合った時、そのセレッソの、アカデミー見てたところからなんかトップチームを見てみたいとか、なんか話があって今治はちょっと行ってみたいところやったなみたいなのもあった。そう、やっぱりずっとアカデミーの子供たちもそれこそ上は高校生から下は小学生までを見ていて、うん、で周りのコーチ陣ってやっぱり元プロの方々がやっぱり多いので、どうしても指導の時にそういう説得力というかっていうのはもちろんあって、でも僕自身は全然そういうプロでプレイヤーとしてはやってなかったので、せめて僕ができることってプロの立場で選手を指導する、プロのカテゴリーでやるっていうところぐらいしかなかったので、やっぱりそこの興味っていうのはありましたね。なるほど。それまでそのセレッソのアカデミーやる前 の、 そのキャリアとしてはいつどうやってフィジカルコーチみたいなのを目指して、どんなキャリアを経て今ここにいるかっていうのは。そうですね、一番最初はもうでも高校です。やっぱりそうなんや。高校の時に自分が怪我をして、そこで初めてそのね、よくある話ですけど、うんうん、トレーナーっていう職業を知って、で高校卒業したらやっぱそういう道の勉強したいなっていうところから、最初スタートしたんですね、でもそのトレーナーってやっぱり怪我を治すとかリハビリをするとかっていう方だったので最初は、でそういう資格が取れる専門学校に行ったんですけど、その学校で結局その資格を取れなくなった、学校自体が要は認可が下りなかったみたいな話になって、でちょうどその時にインターンシップに行かせてもらってたのがアメリカンフットボールのチーム で、でやっぱそこにいた、アメフトの世界でいうとストレングスコーチっていう名前なんですけど、やっぱすごいかっこよくて、やっぱり、なるほどね、やっぱそこでなんかこうメディカル的な、ね、リハビリとかっていうよりも、
より選手をこう強くしたりとかする方に、うん、まあ、目覚めたというか、まあ、そっちにすごい興味を持ったっていうところがスタートですね、うんうん、なるほど。そっからそっからそう専門学校行ってそのまま今亮が言ってた琵琶湖成蹊スポーツ大学に要は編入をしたっていう形になります。でそこで、まあ、コーチングのこととかを勉強して、うん、でもその後はずっと、まあ、現場、うんうん、もう職歴で言ったらもう最初大学のトレーニングルームで勤務をし始めて、そうやったもんな。でそこから専門学校トレーナーの専門学校の教員を3年間やって、うん、でもうそこから5、6年フリーでいろんなチームと契約させてもらったりとか、ね、でそこで、まあ、琵琶湖成蹊に戻らせてもらったりとか、うん、コーチでアメリカンフットボールのチーム行かせてもらったりとか、うん、フィットネスクラブのパーソナルトレーナーさせてもらったりとかっていうのを、うん、まあ、いろいろ経て、でちょっとまあ縁あってそのねセレッソ大阪っていうサッカーのチームに、はい、お話をいただいて、そこからまあサッカーのところに関わりだしたってところですね、うん、なるほどね。そのキャリアを経て今回 FC 周りにね、あれ次だっけ、去年か、去年に来ていただいて、役割としてはフィジカルコーチな、ねこれなんていうか、トレーナーとかフィジカルコーチとかなんかメディカ、なんかいろんなこう呼び方があったりとか、クラブによってはいろいろあるかもしれないけど、ユウスケはそのこのクラブでなんかどういう役割分担の中でこれを担ってますっていうのはどうなの？そうですね、その多分フィジカルコーチっていう言葉自体は、うん、サッカーだけだと思うんですよ。さっき言った、うん、アメリカンフットボールとかラグビーとかはどちらかというとストレングスコーチって言われるもの、はいはい、うん、野球はトレーニングコーチ、なるほど。でもっと言うとラグビーはもう一個ねフィットネスコーチとかっていうのもあって、なんか僕らのその業界だと結構いろんな名前があって、はいはい、でもサッカーは特にその要はフィジカルコーチって呼ばれる人たちがやってる仕事はすごい幅が広い、うん、あアメリカンフットボールのストレングスコーチって基本的にウェイトトレーニングと、はいはい、グラウンドでまあスピードを上げたりとか、うんうん、なんかねタックルするようなのを、うん、強くしたりとかってすごいこう分野が限定されてて、うんうんうん、でもどっちかというとサッカーのフィジカルコーチは、まあ、FC 周りとか J リーグのプロのチームだと割とその仕事のエリアは狭いかもしれないですけど、はいはいはい、でも多分一歩大学のフィジカルコーチとか、うんうん、高校のフィジカルコーチの人たちって、うんうん、多分テーピングも巻いたりとか、ね、リハビリもしたりとか、そうかそうか、そうだからなんかこう名前よりもたくさんやることが多いのかなって、うん、ただまあ FC 周りでは基本的にはウォーミングアップしたりとか、うん、もちろん選手のウェイトトレーニング筋力トレーニングをしたりとか、うん、あとはまあグラウンドで、ね、スピードを高めたり、はいはいはい、敏捷性って言われるアジリティを高めたりとか、うん、そういうことを基本的にやりながら、うん、まあ、あとトレーナーの岸さんから復帰してくる選手をもう少しフィジカル的にちょっと良くして合流させるとかっていう、そのあたりをメインにさせてもらってます。なるほど。じゃあトップチームの、まあ、まあ普通に練習してる、まあ、ウォーミングアップとかとりあえず彼らのポテンシャルをこう上げたりとか、まあ、調整もそうやけども、あとは怪我した選手が、まあ、ドクターがチェックしてトレーナーでまあ治療とかある程度こう復帰までのステップを踏んでもらってピッチに立つこのギリギリのところもやってるってことですね。そうですね。なるほどね。この今福原さん、福原祐介が今フィジカルコーチというところで今普段どこにいるんやと、試合見に来たらどこに何してんやってなると、ウォーミングアップエリア、ネクストメンバーのウォーミングアップエリア、まあ、もちろんベンチに入ってネクストメンバーのウォーミングアップでウォーミングアップをしてるコーチが福原さんになってます。なるほどね。これその中でもその強度を高めたり、まあ、試合の時もそうやし練習の時もそうやし、この首元にねこうなんていうのGPS というか入れたりするのは、はい、今 J リーグでも世界的にもこう主流になってきてるのかなと思う、まあ、主流というかやってるクラブ多いかなと思うけど、あれって何を見てどんな分析してどんなフィードバックするの？それ要はあれ自体が、宇宙に飛んでる人工衛星の GPS を、うん、要は
検知して、なるほど、その人がどう動いたとか、うんうん、どんな速さで動いたとか、はいはい、どんな方向に動いたとかっていうのを、うんうん、まあ、ざっくり、1秒間に10コマかな、要は1秒10分の1したデータをずっと取り続けてくれるっていうようなものです。で、僕が実際に扱ってるデータとしては、その試合中とか練習中に走った走行距離で、それがまあどんな速度で走っていたのかで、一応まあスプリントって呼ばれる、まあすごいこう速いスピードで走った回数とか、あとはよくその何で言ったら分かるかな、例えば反復横跳びとかってこう何回も切り返したりとかするじゃないですか、ああいう時のまあ回数とかも出るんですよ。これ加速した回数とか、あとは減速した回数っていうのは止まった回数みたいなのとかもあれで検知してくれたりとかで、大きくはそういう項目があって、で分析内容としてはもっと細かくて、1分間にそれを何回やってたとか、なるほどね、これぐらいの速度でこれぐらいのなんか距離をね、それが何割ぐらいなのかとか、なんかそんなんを細かく見て、その日の選手がどれぐらいのまあ負荷がかかったのかっていうのをこっちで出して、まあ選手にフィードバックしたりとか、まあ僕がね、例えば今週はこれぐらいの量だからちょっとこの選手落とした方がいいかなとかっていうのを見たりしてますね。なるほど、そういうのをこうデータ分析したものを監督とかコーチとかに相談して、ね、こんだけ負荷かかってるとか、はい、もうちょっと負荷かけた方がいいんじゃないかみたいなのをミーティングしたりとかしてやるんや、ね、なるほど、ほんまもうマニアックやな。そうですね、マニアックですね。でももう今多分それがないとなかなかこう練習が難しかったりとか、ね、ちゃんとした練習がね作れないっていう時代になってきましたよね。なるほどな。なんかそういうのを数字で表したものを元にも含めて、シーズン前、シーズン中、例えば試合の翌日とか、その1週間のスケジューリングみたいなのもこう数字で見て判断してやってる。一方ででも数字だけじゃ難しいのもあるわけでしょ。難しいですね、そこは。その感覚みたいなのはなんか何をなんか大事にしてもあるの、そういうので。でもやっぱり選手とすごい近い距離にいるので、やっぱ表情とか、なるほどね、うん、なんかこうね、会話のいろんな端々に出てくるような言葉とかも含めて、やっぱりいろいろ。でもじゃあそれが本当に正しいかって言われると、そこはもう正直僕の経験値でしかないので、まあだから多分たくさんスタッフがいる利点ってそこやと思うんですよね。僕が見たらこうだけど、例えば監督の力さんが見たらこう、でもねコーチの方々が見たらこうっていうのを本当にいろいろね話しながら、でもその中でベストを結局チョイスしないといけないので、まあそこが僕らのだから責任ですよね。確かにその負荷とかけてる量と選手の表情と、まあ、最高のパフォーマンスを常に出させるために多分いろんなこと考えてると思うんだけど、なんか怪我とのこのなんていうの、表裏みたいなのはなんかこう自分でこう考えてることを大事にしてることはあるの？まず怪我をしないってすごい大事っていうのは、もちろん根底にはありますけど、でもやっぱそこを恐れてたら、まあそうね、なんていうんですかね、今の今年の、特に今年の今治は多分成り立たないって思ってます、なるほどね、そう、それは森木さんがノーリミットって掲げてる以上、だって限界がないわけなんで、もちろんそのリスクっていうのは、あの追いながら、まあそうね、まあ、リスクは常にあるからね、そうチャレンジしないとね、そう、でもやっぱそこを超えてきてくれてる選手が今年はやっぱりたくさんいるっていうのも僕はすごい実感してて、多分あの試合見に来てもらったり練習見に来てもらった時の選手のウェアのパツパツ感とか見てもらったら、多分去年と全然違うと思うんですよね。もう明らかに体はでかくなってたり、やっぱ強くなってる選手って本当多いので、やっぱそこはなんか見てもらいたいですね。確かにね、はい、なるほど。そういうのなんか
他のクラブのことはね分からへんけど、うちの今いる選手たちのポテンシャルとか姿勢って、こういろんなスタッフに聞いてもやっぱり姿勢ってやっぱすごい、まあ、選手同士でも言ってて、あの他から移籍してきた選手とかも島根の選手 の姿勢みたいなすごいと、そういう意味ではそのポテンシャルだから、ユースケ来たから体が、まあ、パツパツという表現が、まあ、それだけじゃないけど、まあ、やっぱりポテンシャルはあるんや、決めてるんや、まだまだ。そう、でももう僕も去年来させてもらった時に一番驚いたのはやっぱりそこで、うん、なんでこんなにみんな、なんていうのかな、その真面目というか、うん、なんかこう、まあ口ではねきついとかもちろんそれは言いますけど、うんうん、でもやっぱそれがね、それを超えた行動をしてくれるというか、うん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 、そこはやっぱすごいなと思いますし、でなんか別に僕が来たから良くなったっていうのはあんまり良くないと思ってて、うんうんうん、例えばまあね、こんな話ってあれですけど、うんうん、僕がもういなくなっても、うんうん、彼らは多分続けると思うんですよ、うんうん、でもそれがすごいところ、うんうん、FC 今治の、うんうん、それはすごい実感します ね、 なるほどね、まあ、もうちょっと、ちょっと時間がまだもう少しありますが、こう今こうフィジカルコーチやってて、なんだ、なんかやりがいとかさ、うん、なんかどんなところでそういうものを感じて、自分の、もう自分のモチベーションっていうのもあるかもしれないけど、仕事となんか向き合ってるかみたいなのはある？そうですね、だからまあセレッソの前がずっとこう、まあ、大学生とか大人、うん、社会人の人たちを見てて、うん、やっぱりこうある程度ずっと経験、うん、スポーツの経験を積んできた人たちを見てきて、うん、まあやっぱパフォーマンスとかすごいなっていうのは実感しつつ、うん、でもそのセレッソに行った時になんかこう可能性のすごさが、子供たちのね、うん、可能性のすごさがやっぱりあるなっていうのを実感してて、うんねうん、だからこそなんかフィジカルのこととか、もちろん自分のね体をどうコントロールしていくかとかっていうのは、うんうん、もっとこう下の年代からちゃんとやってあげないといけないなっていう思いはやっぱ強くなって、うんうん、やっぱそれが海外の人たちの、特にアメリカとか、うんうん、そういう文化も含めて話を聞いてると、うん、まだまだ足りないなっていうのがあって、うんうん、だからまあ今こうやってトップチームとか関わらせてもらってますけど、うん、でもゆくゆくはやっぱり子供たちの現場に僕は戻りたいと思ってて、うんね、そう、でもやっぱそこを変えていかないと絶対に良くならないっていうのはもう僕の中であるので、うんうん、だからこそ今なんかこう高卒とか、うん、まあ、大卒で、ね、FC 今治に来てくれる選手たちにも、うん、まあ、まだ遅くないだろうと思って、うんうん、とりあえずトレーニングはなんとかこう継続してやってもらいたいなっていうので、うんうん、まあ、やってるので、ね、まあ、きついと思うんですけどね、うんうん、まあ、今そこがすごい僕のまあやりがいになってますね、うん、なるほどなるほど。今日たくさんあのフィジカルコーチの話、そしてね、ここからユウスケさんのいろんな背景もいろいろ話聞くことができました。ぜひあの試合にもね、練習にもお越しいただいて、そのフィジカル的な側面でも皆さんちょっと見ていただけるとなんか嬉しいなというふうに思います。本日のゲスト、フィジカルコーチの福原ユウスケさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。